川中さん、はい、こんにちは。今日から、はい、変わりましたね、はい、書道の展示がね、はい、おかげさまで。これは何歳ぐらいの時から書かれてたんですか？これは6歳にしたら、そうですね、60ぐらいかな。60ぐらい、はい、というともう20年ぐらい。そうです、そうです。ああ、そうですか。自分で習字を習われて、自己流で、まあ、自己流が半分です、ね、自己流半分でね、もともと才能があったんでね、はい、ちょっとじゃあ、作品をちょっと解説していただきましょうかね、はいはい。まずこのちょっと立ちますか、まあ座っとっていただいた絵ですよ、はいはい、無心かね、はい、無心大道にキス、大道にキスと、はい、はあはあ、この無という字がちょっと読みにくいですけど、はい、ああ、もう一回この上のこの横の文字はどういうふうに読むんですか？これは私も学にあるやつを書いたわけですから、ええ、どこの学にあったんですか？京都？京都の比叡山からな、はあはあ、比叡山から出て、うん、三千院お寺が、三千院、はい、はあはあ、そこに、あ、そういう学があったのを言葉を移して書いて、で自己流で崩して書かれたわけね。どういうふうに読まれるんですか、これは？その読み方はもう聞いとらんですけど。読み方聞いてない、なんかメモがありましたね。 あれはな、ええ、あちら近所に書道教室ですか、はあはあ、しようとしてもな、ええ、前あれ副業安定所でなしに、うん、社会保険事務所かな、社会保険事務所、うん、あれ勤められてた人が、はい、それが習字の先生でしょ、はい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 、その人がね、ええ、私もこう書いてるのが昔書いたりしたの、4年次がありまして、それは強あれを持っていてくれ、うん、読んでもらった、読んでもらう、思い出すために読んでもらう、その時に大体3000人のあれなんかはね、横に書いた感があったでしょう、あ、はいはいはい、解説してるやつ、あれペンで書いたやつね、はい、そうですか、はい、あれを書いてくれたんです、それからだるまさんの絵はたくさん描いておられますね、これも自己流にいろんなだるまさんの顔を工夫されて描いたんですか？あれはだるまの本を、本がある、本を取り寄せたんです、あ、だるまの本を取り寄せて、それを見よう見まねで、そうです、あ、そうですか、それからその横にこの木は長く、腹は立てずに、口は慎んで、慎めば命が長らう、ああ、いい言葉ですね、はい、これの逆を言ってる人がいますね気が短くて腹が立ってね口数は多くて命を縮めとる人がいますけどね、そうならんように気をつけたいと思います。でその下になんか松下幸之助の、はい、なんか文句がありますね、はい、青春とは心の若さである、これ僕好きなんですよ、はい、松下幸之助のザウミョウ、ザウミョウ、ザウミョウね、はいはいはい、幸之助記念館にもね、はい、これあるようですね、そうですよ、うん、信念と希望にあふれ勇気に満ちて日々新たな活動を続ける限り青春は永遠にあなたのものである永遠にあなたのものでありたいですね、はい、それからいろんなこう言葉を、ことわざみたいのを書いてますけども、
お世辞を言うは容易なるも、真に賛美するは何時なる、これはどういうことですかね。お世辞を言うことは見やすいけど、本当に心から褒めるというのは難しいことだということかな。次が、己を克服できないものは他人を治めるには適さないと、自分のことが、できるものは他人の文句を言う、他人の言うことができんしな、人を導くことができる、まあ、人の上に立つ人にね、なったらこういうことを考えないといけませんということでね。それが最後が、犯人は無事長久のもとということですか。怒りは敵と思え、怒ったらいかんわけですか。そうですね、犯人は無事長久のもと、腹を立てることは、腹を立てることは、自分にも害があるということですかね。最後に縦に生涯稽古とありますけども、生涯稽古をせいことですか。自分が生きとる限りはね、生きとる限りは、稽古の毎日、そうです、そうです、何事でもね、はい、どうもありがとうございました。また今度いろんなあの作品を、新作もよろしくお願いします。はい、川中勇さんでした。はい、どうもありがとうございました。